別れの春。平林佳純、広瀬梨沙。オリンピック選手になります。同じ学び屋で過ごした仲間たちに夢舞台での再会を誓いました。自分は東京オリンピックに出る予定なんで、来年は幕張メッセでみんなに集まってくれたらとても嬉しいです。開成高校出身、テコンドー日本代表、平林佳純選手。この春から早稲田大学に進学し、来年の東京オリンピック出場を目指します。海外ではまあ普通ぐらいですけど、身長も高い方で足も長いんで、相手を寄せつけないように自分の足を生かしてオルグルもたくさん蹴るのが自分のスタイルだと思います。韓国の国技テコンドーは2分3ラウンドのポイント制。攻撃は胴プロテクターとヘッドギアに対してのみで、胴体はパンチと蹴りの両方、頭には蹴りのみが可能です。中でも身長175センチの平林選手の必殺技は、ネルチャギです。ネルチャギというのはかかと落としです。脳天蹴りとも呼ばれるネリョチャギ。この2メートル近い打点から打ち下ろす蹴り技で高得点が奪えます。そしてもう一つ、ヘッチヘッチやりますか。ヘッチ、あ、うわ風がすごいです。やっぱ回し蹴りの方がこう風圧がすごいですね。そうですね、回転が加わってるんで。はあ、一気に5点を稼ぐのがこの上段回し蹴り。すごい。今何点ぐらいですか。今のは100点です。おまあ柔軟性に支えられて、あの高い打点から下ろせるのは、まあ、日本の国内にはあんまりないですけど、長身の選手にも当てられるかなと思いますね。平林選手の必殺技を支えるのが驚くべき柔軟性です。例えばこんなポーズでも、膝の上に人が乗っても涼しい表情をしています。この柔軟な体から繰り出される足技を武器に、2月に行われた全日本選手権女子57キロ級で優勝。実は去年までこの大会62キロ級で2連覇をしていましたが、オリンピック階級の57キロ級で出場し、見事に結果を残しました。オリンピックが自分の中でテコンドーやってて、まあ、一番出たい大会でもありますし、それがまた東京であるっていうことなんで、必ず選考会も勝って出たいなって思っています。今年に入り一人で本場韓国での武者修行を敢行。さらなる進化のため、これまで苦手にしていた左足の蹴りとパンチを磨いてきました。実業団に行って朝起きてラモテコンドー、昼寝してテコンドーみたいな、ずっとテコンドーの生活だったんで、やっぱり韓国が強い理由っていうのが本当に分かりました。やっぱり強い人とやる時の方が試合でも体が動くんで、強い人とやることが好きです。5歳で出会ったテコンドー。
ダウンを奪う快感に魅せられ、次第にのめり込んでいきました。まあ、ここでやっててくれたことも本当にありがたいですし、そのおかげでテコンドーに出会えたんで、とても感謝はしています。開成高校では生徒会長を務めるなど、テコンドーのみならず常に前に出る姿勢を貫いてきました。共に汗を流した仲間たちに活躍を誓い、ふるさと長崎を離れます。テコンドーやってることで出会えた人もいて、みんな優しく接してくれて、まずは世界選手権があるので、少しでもいい結果を残して報告できたらいいなと思ってます。夢舞台まであと1年3ヶ月歩みを止めない若き格闘家から目が離せません。